皆さんこんにちは。今回は2022年9月11日に書き込まれた、ビジネスホテルに泊まるのが好きな人、語りましょう。をご紹介します。それでは早速ご覧ください。ビジネスホテルに泊まるのが好きな人、どこのホテルが好き、おすすめ、こんなサービスがある、などいろいろ語りましょう。私はやっぱりスーパーホテルが好きです。スーパーホテルは部屋もおしゃれで綺麗だし、いつも公式アプリからログインして予約するんですが、フロントスタッフの方がその宿泊履歴を見ていて、ガルタ様、いつもありがとうございます、って必ず言ってもらえて、接客もものすごく良くて気分よく泊まれていいです。さらに朝にチェックアウトで、エレベーター待ちしていると、客室清掃スタッフの方たちとすれ違うことがあるんですが、どの清掃スタッフさんもおはようございます、行ってらっしゃいませと言ってくれて、ここまで教育徹底しているんだとちょっと感激しました。スーパーホテルは用事もないのに、月にペースで泊まってます。温泉も入れるしゆっくりできる。ザ・セレクトンホテルもおすすめです。近くにあればぜひ泊まってみてください。スーパーホテル、温泉入るために時々泊まるよ。好みの枕のタイプを覚えてくれてて、部屋に入れてくれたりもするよね。あと公式アプリからだと、ポイントが貯まりやすいのもいいよね。こないだスーパーホテル初めて泊まった。直前割でレディースプラン7000円だったのに、ウェルカムドリンク飲み放題、夜食うどん、大浴場、朝食、自転車レンタル、リファのヘアアイロンとドライヤー、スキンケアセットあって最高だった。スーパーホテルでリファ、めっちゃいい情報ありがとう。今度、ホテルフォルツァ長崎に泊まります。朝食が美味しいらしくて楽しみ。最寄りのアパが朝ごはんがインドカレー店のバイキング。朝からこんなに食べられないって量の焼きたてナンを笑顔で運んでくる。そこ行ってみたい？どこのアパですか？埼玉県の東松山です。あんなところにアパできたの？需要あるのかしら？工業団地や物流倉庫がたくさんあります。札幌にあるアパホテルでもカレー食べ放題やっています。札幌にはアパホテルが何軒かあり、全店でやっているのかわかりませんが、少なくとも南2条西2丁目にあるアパホテル札幌駅前はやっています。夫がたまにランチで利用していますが、大食いのアンジェラ佐藤がそこで自主練しているそうです。東急ステイが好きです。部屋にドラム式洗濯機があるのが超絶便利。旅先に着替えを持っていかなくてもいいので、荷物が少なくて楽すぎる。室内に洗濯機あるんですか？それはめちゃくちゃ便利。風呂上がりにすっぴんでこそこそとランドリー行ったのに、使用中で使えなかった時の悲しみよ。東急ステイは部屋広めでいいよね。ソファもあるし。チェーンホテルはクオリティが安定しているから利用しやすいけど、地元資本でいいホテルもある。自分がコスパ良かったな、と印象的なのは、静岡のホテルプリベと宇都宮のアーバングレイス。既婚者で一人で泊まりに行ってらっしゃる方いますか？一人でたまにはビジホでゆっくりしたいのですが、夫に不倫を疑われそうでなかなか踏み出せません。そりゃそうだ。実際使う人多いし。夫にレディースプラン予約してもらうとか。レディースプランか、ありがとう、調べてみます。これ私も思います。ただ一人でダラダラして、次の日知らない街を散歩したいだけなんだけど。私はテレワーク利用でユースだけでも、かなり非日常感味わえたよ。コンフォートホテル好きです。朝のバイキングが美味しい。今度一人旅でコンフォート伊勢に泊まる予定。バイキング美味しいんですね。楽しみだ。何もしなくても夜ホテルでただのんびりするだけでテンション上がる。スクランブルエッグとワッフルが美味しいです。伊勢いいですね。ゆっくりくつろいできてください。スクランブルエッグとワッフルですね。食べてきます。朝からもりもり食べてしまいそうだ。ありがとうございます。この間名古屋の新しめなとこ泊まった、朝食以外の時間のコーヒー、部屋の内装全部良くてまた泊まりたい。ちょうど今とあるコンフォートホテルに宿泊していますが、朝食は普通、部屋は綺麗だけれど、エアコンの風が出るところがカビだらけで部屋の中でもマスク生活。場所によって差がありますね。私、何年か前にお盆に関西から広島へ観光に行ったんだけど、車で日帰り予定が体調崩して現地で休みたくなって、具合悪い中で宿泊施設に電話しまくったけど、お盆だからどこも当日に泊まれる宿なくて落胆してたら、コンフォートホテルが奇跡的に一部屋用意できます、って言ってくれて、安堵で泣きそうになった。お部屋も綺麗だったし居心地よくて、翌日回復して無事帰れた。
コンフォートホテルさん泊めてくれてありがとう。コンフォートの枕、良くないですか？あれ売ってほしいくらい好き。コンフォートのステマじゃないよ。以前期間限定で枕付きのプランに泊まりました。枕は後日送ってくれました。今も自宅でコンフォートの枕使っています。ドーミーインは夜泣きそばやアイスが無料だし、朝食も素晴らしくて頭一つ抜けてる。宿泊費も他より高いけど。天然温泉の大浴場もいいよね。値段がもう少し安いと嬉しいよね。おお、今度神戸のドーミーイン泊まる予定やから楽しみ。下関のドーミーインは朝食にフグ料理が出ていたよ。美味しくていっぱい食べちゃった。そのドーミーインの和風でワンランク上の温宿ののがさらにすごくいいよ。私が泊まったところは館内は全部床が畳素材になってて、部屋も畳に低めのベッドで落ち着く。ラウンジサービス付きのプランにすると、夜にラウンジでアルコールとソフトドリンク飲み放題で、しかもビールはプレモルだった。ビールもジョッキを冷蔵庫から自分で出して機械にセットして注ぐから、気兼ねなく何杯でも飲める。のの大好き。靴脱いで畳を歩くのと夜泣きそば、アイスとヤクルト無料だし、部屋の冷蔵庫にフルーツ置いてあるし、温泉後のマッサージ機使い放題、サービス充実。私、先月イベント遠征でそこに泊まったよ。最高でした。ちょっとお高いけど、そこはまあ仕方ないかな。私も温宿のの好きで、たまに泊まりに行きます。ラウンジサービス付きのプランがあるのは知りませんでした。今度そのプランで泊まってみようと思います。ちゃんとしたサウナとキンキンの水風呂があって大好き。月に一度は行くよ。相鉄フレッサイン。新しくオープンしたとこに通ってます。働いてる友人に聞いたけど、フレッサって高級ホテルみたいに、フロントスタッフの裁量でお客様のために使っていいプラスアルファの予算があらかじめ組まれてるんだって。ビジホなのにすごい。近々、ライブの遠征で泊まる予定。朝食付きにしたんだけど、どんな感じなんだろう。ナイトウェアがガウンタイプじゃなくて上下分かれています。着心地も抜群で好きです。私も相鉄フレッサイン良いと思った。お風呂とトイレがセパレートだし、部屋も広めで良かった。お値段の割にいいよね。今度また泊まるよ。ダイワロイネットホテル、横浜公園が好きで数回泊まった。併設のレストランで食べる朝食ビュッフェが美味しかった。コーヒーもその場で入れてくれる本格的なやつ。ローソンも併設なのがいい。中華街も徒歩圏内。そのホテル、栃木に餃子食べに一人旅した時泊まったけど最高だった。レディースルームでマッサージ機もあったし、もっかい泊まりたい。このホテルの朝食がいいと評判で、先月青森で利用したけど、コーヒーは大量にポットに入れてあるのを自分でカップに注ぐタイプ、お茶やジュースは紙コップでがっかりした。ホッケクラブも大浴場があっていいよ。大阪に行くときは、駅に近いしよく利用します。値段だけで選んでリブマックス率高い。観光メインだし、素泊まりで安いところで探す中でチェーンで安心だからリブマックスになる。予約時に毎度、山本祐介なのが笑える。こないだ小倉野に泊まったわ。安いし新しいし、駅から秒で着くし大満足だった。リブマックスは楽天トラベルの評価がドコモ 3.7 前後ぐらいだけど、部屋に電子レンジあるしなかなかいいと思う。リブマックスは部屋の中に電子レンジあるのがいいね。たまに部屋の中に洗濯機や電子レンジが設置されてるホテルがあるけど、あれすっごく便利。リブマックスは清潔感がいまいち。本当のビジネスで男の人が仕事終わって寝るだけ、なら問題なさそうだけど、女子にはあんまりおすすめできない。リブマックスは私の中では音漏れが一番ひどい。隣の客がどこに行って何が楽しかったか、会話しているように聞こえた。京都住みなんだけど、アーバンホテルっていうのがやたらいっぱいできてて、オフシーズンだと3000円台で朝食ビュッフェ付きになるからたまに使う。徒歩圏内にもあるから、親戚が来たりとかも家に来てもらうよりもいいからありがたい。大浴場とサウナ付きでお値段以上です。私は滋賀県住みだけど、アーバンは滋賀にも結構ある。でも充実度は京都のアーバンだよ。滋賀は大浴場ないし。京都は朝ごはん美味しくて安い、大浴場あり、綺麗。今度意味なく家族で泊まりに行きます。ウイングインターナショナル好きです。12月後楽園のホテル予約入れてます。泊まったことないから不安で、近くで条件がいいホテルまだ探してたけど、その一言でホッとしました。AB ホテルもおすすめです。大浴場もあり、あとは無料朝食バイキングと、無料夕食もあります。
食事は普通に美味しくいただけますが、個人的には、食事に関してはスーパーホテル、ルートイン、アパホテルの方がさらに美味しい気がします。AB ホテルはスタッフさんの対応も良く、お手頃な料金で泊まれます。文句の付けどころは一切ありません。今までいろんなビジネスホテルに泊まったことがあって、AB ホテルも泊まったことあるけど、AB ホテルは朝食が品数少なくてがっかりした記憶があります。場所によるのかな？出張で使ったのがきっかけでアパホテルが好きになった。温泉とかリゾート地に旅行するときは、そういう宿を使うけど、都市部への旅行で寝るだけのときとか何でもない日にだらけるために泊まるときはよく使う。とにかくめちゃくちゃ安い。同感、アパ清潔だし、安いときはめっちゃ安いし大好き。趣味のイベントで上京する際は、某所のアパに泊まってる。地下鉄出口の真ん前で開花にフロント、すぐそばにセブンがあって便利。コロナ前に部屋が取れず仕方なく、同じ駅の R&B ホテルにしたけど、ワシントンホテル系列、大きい鏡がなくて不便で、ワンランク下な感じだった。旦那と喧嘩したら近所のアパに泊まります。大浴場もついてて快適。気分転換大事。前の GoTo でいろいろ泊まったけど、アパはむしろ狭くて居心地はあんまりだった。東急ステイは長期滞在型だから簡素だし、東横インの朝ごはんぐらいかな、よかったの。個人的な感想だけど、東横の朝ごはんはいまいちだった。隣の声つつ抜けでうるさかったし、アパは快適だった。エリアにもよるだろうけど、地方都市ほど広くて綺麗で快適な傾向。宿泊率も高くないし静か。都内のビジホは狭くて使い古されてて、満室で賑やかで快適とは言えない傾向。都内は高い値段出さないと、広く綺麗なところに泊まれない。地元の東横の朝食は最低。ビュッフェ形式だったけど、ふりかけのおにぎりにおかずは小判型のさつま揚げウインナー、佃煮など家庭で食べるよりお粗末でびっくりした。東急ステイは洗濯機とミニキッチンがあり、長期滞在には助かりました。なので少し広かったです。観光なら必要ないけど。やっぱり同じ系列でも場所によって違うんですね。エルイン京都、京都駅八丈口から近く、ビジネス客観光客に人気。新幹線のホームが見える部屋からは、新幹線、電車が発着する様子を見ることができる。今のエルシエント京都いいよね。値段が安い、駅近、関空向けのバス停も目の前、アメニティ充実して綺麗だから、京都行ったら基本ここに泊まる。浅草ビューホテルがすごく好き。夜は展望台から見る景色が綺麗。モーニングも美味しいから好き。値段の変動が激しいホテルやめてほしい。昨日5500円、今日13000円のとこあった。宿泊日が近づいたら値下がりしてたから、予約キャンセルして、値下がり価格で取り直したことあるけど、これって良くないのかな？賢い予約方法。そんなところもあるんだね。どちらかというと、早割のイメージでした。私の調査によると宿泊日から数えて、2週間前が一番安いんだけど、たまに1週間前にさらに安くなったりすることもあるんだよね。そういう時はもちろん先の予約をキャンセルしてまた買い直すよ。テクニックの一つよ、参考になる。私それやるよ。時々見て値段安くなってたら予約し直すよ。よその部屋の声って聞こえる？コロマル落ち着いてきたし子供と二人でいろいろ旅行行きたい。独身時代はビジホでもどこでも泊まってたけど、子連れってどうなんだろうと思ってる。東横インとかを手軽な値段のとこしか行ったことないけど、隣の声はほぼ聞いたことない。1、2回くらい酔っ払った男性が大きな声でデリヘルのお姉ちゃんと話してる声は聞こえた。ビジホでも音が気になったことはほとんどない。よほど部屋で暴れたりしない限りは大丈夫かと。壁が薄いホテルもあるけど、そういうホテルはレビューに書いてあるから避けるといいよ。ビジホはシングルとダブル以上の部屋ってそこまで隣り合ってないから、周りも複数人の部屋だったりするし格安のホテル以外なら、そこそこの壁だろうし大体大丈夫な気がする。予約サイトにもホテルへの要望欄があるから、気になってたら素直に相談してみるといいよ。おしゃべりの声とか聞こえることあるね。おとなしい子供さんなら大丈夫だろうけど。建物によると思う。何度か隣の話し声さえ聞こえるホテルに泊まったことある。選ぶと気をつけてはいるけど、泊まってみないとやっぱりわからない。外れに泊まった時用にノイズキャンセルイヤホンは忘れないようにしてる。リッチモンドホテルは子供用のスリッパや紙風船とか用意してくれてるよ。
既実家が観光地でうちは帰省の時に使ってたけど、朝食の時にファミリーカップルも多くて、ビジホー知らなかった私はびっくりした。普段テレビあまり見ないのに、他県でビジホーに泊まったらなぜかテレビ見るのが楽しみ。ご当地の情報番組とか CM とか好き。これわかる。この県の地方穴は、こんな感じなんだとか見てしまう。地方の生情報を知ることができて私も好きです。同感します。ご当地新聞も楽しみですよね。天気予報で映し出される地域がいつもと違うとワクワクする。わかる。一つの県を三つくらいに分けてて、そう呼ぶんだ、みたいなのとか。わかる。あとスーパーも行くの楽しい。その地域を感じるのが好き。私も地場のスーパーは必ずチェックして、そこで生活するのをリアルに空想してしまう。ネットで物件を探してみたりマニアックな趣味。コップは使わない方がいいのと、お湯を張る場合は一度湯船をきれいに洗った方がいいらしい。わかる。仕事でよくビジホ使うけど、ユニットバスから明らかにおしっこが乾いたような異臭がした。発生源はトイレからじゃなかった。バスタブはもちろん、床から壁からなんなら天井までシャワーで流したら、匂いは消えた。絶対、直前に泊まってた人がユニットバスで悪意を持っておしっこしてたと思う。つまり、ビジネスホテルのバスタブはきちんと洗われていない確率が高いってこと？私はコップと湯沸かし器はきちんと洗ってから使用するけど、湯船に関しては何も気にしないですぐにお湯を溜めてたよ。コップを使わない方がいい。それはなぜ？コップらはタオルで拭いてたりするところもあるので、手間だけど一度自分で洗ってから使うといいです。そうなんですね。教えてくださりありがとうございました。客室清掃してます。トイレのブラシとコップ洗うスポンジが同じバケツに入ってます。真ん中に仕切りあるけど備品類は汚いですよ。部屋のコーヒーメーカーやケトルも汚いと思うので使わない方がいいです。紙コップ持参おすすめします。え、マジ？中国だけだと思ってた。ショック、そうだよね。見えないバレないところなんか、そんなもんか。テレビのリモコンとか、消毒されてるわけないよね。ボットは使いたいなぁ。けど気持ち悪い。私はいつもビジホ行くときは、紙コップをいくつか持っていきます。ビジホは朝食バイキングが好き。ちょっとしたレストランと同等以上のワクワク感がある。最近は道民院しかり、朝食バイキングが充実してるところが増えてる感じ。皆さんの朝食おすすめビジホ教えください。朝食だと道民超えるビジホはなかなか。スーパーホテルは朝食無料な割に品数多くてよかったなぁ。お昼から夕方までアルコール飲み放題なのもすごいなと思った。誰でもアルコール飲み放題なんですか？飲み放題プランじゃなきゃダメ？ドリンクサービスは今は、公式ホームページからの予約のみの方対象になってると思います。カンデオホテルズ系列。ちょっといいビジホな気がする。カンデオホテルよかった。ちょっとオシャレな感じもあったわ。この前泊まったけど、女性用のアメニティが何もないのが残念。ロビーには置いてあったのは最低限のもののみ。くし、ボディタオル、綿棒、カミソリ、シェービング、シャ。ビアイン広島は1階にコメダコーヒーがあって、モーニングはそこでホテル用のモーニングが食べられる。ビジホよりちょっと高いかもだけど、ホテルインターゲート金沢の朝食は美味しかったよ。しかも宿泊者は1日中ラウンジで無料ドリンク飲み放題、夕方からはアルコールも飲める、夜は自分で具を乗せて食べるお茶漬けのサービスまである。インターゲートは、土日祝のモーニング時にシャンパンサービスもある。みんなはいつホテルの朝食食べに行ってる？やっぱり朝一？いつも早起きして一番乗りに朝食会場に行くよ。遅くなると残り物しかなかったりするからね。そういう人が多くて、朝一が一番混んでるよね。いいなぁ、一人で一週間くらい泊まりたい。皆さんは最高何泊したことがありますか？4日くらい泊まったりする。姉からは家で寝ればいいのにもったいないって言われますが。たまーに数日泊まったりするよ。非現実な日常な感じで楽しいよ、旅行気分。お風呂が壊れた時、会社から徒歩5分のシティホテルに4泊したけど楽しかったから、年に1回はアパホテルとかスーパーホテル、道民院に5泊するようにした。ビジネスホテル快適。ホテル近くの居酒屋行ったりコンビニで買い込んだり楽しいよ。以上となります。皆さんはお気に入りのビジネスホテルはありますか？ビジホについての情報など、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私はほとんどビジホを利用したことがなく、
この動画を作成するまで、ビジホのサービスがここまで充実しているとは知りませんでした。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますのでご興味ありましたら、高評価チャンネル登録お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。